ボーニー・ビービーショー・オーン・ミラージュニアは、アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身の、プロアメリカンフットボール選手。ポジションはラインバッカー。NFL のデンバーブロンコスに所属。テキサス州ダラスで生まれ育ち、デソトのデソト高校に進学。その後、テキサス A&M 大学でプレーし、コンセンサスオールアメリカン賞を受賞し、全米で最も優れた、カレッジラインバッカーとして、 バトカス賞を受賞した。2011年の NFL ドラフトでは、全体2位で、デンバーブロンコスに指名され入団。入団後は、リーグ最高のディフェンダーの一人とされ、プロボールに8回選出され、ルーキー時代には、ファーストチームのオールプロの栄誉を受けている。2015年のシーズンは、チームが第50回スーパーボールに出場し、カロライナパンサーズに24から10で勝ち。 優勝。ミラーは、パンサーズ QB、キャムニュートンに対し、2.5サック、ミファンブルフォースといった活躍により、スーパーボール MVP に選ばれた。スーパーボール優勝後、ダンシングウィズザスターズのシーズン22に出演した。ありがとうございます。